前回のインベージョンではまあ、特殊な空間の中で銃声の中っていう空間の中で密閉空間の中でどう爆弾を戦うかっていうところで のパウスーツだったんですけど、今回はとにかく広いところで降下作戦から始まり、まあ、そのパウスーツがどういわゆる惑星上で爆弾を戦うかっていうことを、まあ、これもある種原点に帰ってってことはあるんですけど、原作の小説であるようにすごいパワースーツを使ってジャンプしながら、すごい長距離ジャンプをしながら爆弾を戦うという戦いざまっていうのを今回きちんとやりたいなっていうのがありましたんで。